い、こんにちは、かけまるです。今日はカルピスソーダの冬の深味季節限定商品ですね、の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。前リクエストをもらってたのこれですかね、わかんないんですけど。そういたしましたら原材料名ですね、ご一緒にご覧いただきたいと思います。こちら糖類、あとは脱脂粉乳、乳酸菌飲料、香料、酸味料、安定剤、あとは甘味料と何かの化合物、これは内容物ですね、すいません。あとはカロリーの方なんですが、100ミリリットルあたり38キロカロリーということです。こちらの方が中身になるんですけれども、すごい炭酸が細かくて微炭酸的な感じでしょうか。それではお味の方チェックしてみたいと思います。ダメすいません、ちょっともう一回チェックしてみます。普通のカルピスソーダじゃなくて、炭酸がすごいきめ細やかくて、あとはそうですね、カルピスの風味がすごく独特なんですよ。乳酸菌のコクって言ったらおかしいんですけど、すごいカルピスのコクですよね、すごくよく出ていて、とても美味しいです。そんなに甘くなくて、しつこくなくて、さっぱりした感じで美味しいです。季節限定商品ですね、これはセブンイレブンさんの方でゲットじゃないわ、ライフさんの方でゲットしてまいりました。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。